ジョン・エン・デコットは、イングランド植民地の政治家、軍人であり、マサチューセッツ湾植民地初代総督を務めた。植民地に移ってから、ほとんどの時期を何らかの形態で、政治、司法、軍隊の交換を務めた。総督としては合計で16年間務めており、特に晩年の15年間の大半を捧げることになった。この在任期間は、 イングランドの植民地総督としては最長になった。ニューイングランド連合の一部として植民地を代表する重要な地位にもつき、また、セーラムなどエセックス軍内開拓地各所の拡張の強力な推進者となった。エンデコットは熱心でいくらか聖級なピューリタンであり、イングランド国境界に対しては分離派の姿勢をとった。このことで、当時の初期植民地指導者たちには、 支配的だった、非国教徒的見解と対立することもあった。それは、小高な分離主義者、ロジャー・ウィリアムズをかくまった時に明らかとなった。エンデコットは、女性は、質素な衣服をまとうべきであり、男性はその髪を短くしておくべきとも論じており、ピューリタンの宗教観に合わない宗教的見解を持つ、人を追放する、司法判断を行った。イ御オルギウス十字を、 ローマ教皇の象徴だとみなしたので、イングランドの国旗をけなし、追放後に植民地に戻ってきたクエーカー教と4人を死刑にした。1636年にエンデコットが率いた、遠征隊は、ピクオート戦争での攻勢を始めた機械だとみなされ、ピクオート族の全体を事実上破壊することになった。エンデコットはその資産のいくらかを家事を普及させるために、使った。 エンデコットが植えた梨の木が今もダンバースに残っている。植民地で工業を発展させる最初期の試みに関わってもおり、その所有地で同鉱石が発見された。その名前がウィニペスオキーコの岩に残されており、1652年にマサチューセッツ湾植民地の北境界を識別するために派遣された測量士が掘ったものだった。 エンデコットの名前が残された場所や施設があり、また著名な子孫も出ている。ジョン・エンデコットの出自について、これまで知られていることの大半は、状況的なものばかりである。19世紀の電気作者は、イングランドのドーセットのシュートドーチェスターの出身だと考えている。これは、そこの出身者と重要な信仰があったためだった。20世紀初期の歴史家、ローパー・アーレス・ブリッジは、 エンデコットが1588年頃にデボンのチャグフォードで生まれたと提案した。この提案に基づき、チャグフォードにはエンデコットの名前をつけた当時からの家屋がある。しかし、ニューイングランド歴史家系協会による、さらに最近の研究では、レスブリッジの主張に問題を見出し、論議を続けている。その研究によれば、エンデコットはチャグフォードであるいはその近くで生まれたかも。 知れないが、それについて確かな証拠がなく、その両親を識別する証拠もないとしている。入手できた証拠に基づき、おそらく1600年には生まれていたと結論付けた。17世紀初期には、ジョン・エンデコットという男性がデボンで活動していたが、本校のエンデコットと結びつけられる、確たる証拠はない。法律家、エドワード・コーク教と知り合いとなり、このコネを通じて、 ロジャー・ウィリアムズと知り合いになった可能性がある。1620年代に植民地化の動きと関わる以前のエンデコットの人生についてもほとんどわかっていない。高い教養があり、フランス語を話せた。植民地初期の文書ではエンデコット大尉と呼んでおり、軍人の経験があったことを示している。また別の記録では医療の訓練を受けていたことを示唆している。1627 8年3月、ニューイングランドのためのプリマス委員会のために、ウォリック伯爵が、マサチューセッツのプランテーションのためのニューイングランドカンパニーに与えた土地払い下げ書に署名した7人の1人がエンデコットだった。当時のプリマス委員会は、北緯40度線と48度線の間にある北アメリカでイングランドによる植民地化を監督した親組織だった。エンデコットは、 最初の遠征隊を率いる者に選ばれ、50人か、そこらの開拓者と重木と共に、1628年6月20日にアビゲール号に乗船して、新世界に向かった。彼らが組織した開拓地は、土地のインディアン部族から、当初、ナウムキーグと呼ばれたが、1629年にセーラムと改名されることになった。その地域はすでに失敗した。 ドーチェスターカンパニーの開拓者たちが占領しており、その中の数人がニューイングランドカンパニーにも参加していた。この初期開拓者の集団はロジャー・コナントが率いており、ケープアンの開拓地を放棄した後に移ってきていた。エンデコットは非公式ニガが新植民地の総督に指名され、1629年に王室直居が発行されるまで務めた。この時点で、 ロンドンにある会社の委員会によってエンデコットが総督に指名されており、マシュークラドックがロンドンの会社の総督に指名された。エンデコットのなしのき、1997年撮影、エンデコットの責任は植民地を設立し、後続の開拓者が到着するのに備えることだった。百二十九年と六百三十年の冬は、イングランドの冬に比べて難しいものであり、 プリマス植民地から医療の補助に呼ばれた。大西洋の旅で病気になっていたエンデコットの妻がその冬に死んだ。エンデコットが遭遇したその他の困難さには植民地の開拓者の間に起きた宗教的摩擦の初期の兆候があった。また、ウェサガセット植民地に失敗したトマス・モートンとの気まずい関係があり、報道的な慣習は マサチューセッツ湾とプリーマスの植民地では大半の開拓者が行っていた保守的ピューリタン主義にとって異端だった。エンデコットの総督としての初期にモートンが放棄した植民地の後を訪れメイポールを倒させた。初期開拓者のある集団が植民地指導者が設立した教会とは独立した教会を設立しようと望んだ時、 エンデコットはその集団の指導者を即刻イングランドに送り返した。エンデコットの総督としての最初の任期は1630年末にジョン・ウィンスロップと植民地検証が到着したことで終わることとなった。ロンドンのカンパニー自体が再編され、その本社を植民地に移し、ウィンスロップを唯一の総督とした。ウィンスロップはセーラムの状態を観察した後で、 植民地の首都をチャールズ側の河口に移すことを決め、現在のボストン市となったものを設立した。エンデコットは、総督の補佐の一人に選ばれ、セーラムに泊まることを選び、その生涯の残り期間は、セーラムの指導的市民の一人となり、そこでの調整委員や、軍隊の指導者としての役割に加え、植民地全体でも、軍隊指導者、判事、副総督、総督を務めた。 セーラムビレッジにオーチャードと呼ぶプランテーションを設立し、カジノ苗木を育てた。初期開拓者集団によって、苗木でもたらされた特別の梨の木が現在も残っており、実をつけている。エンデコット梨の木と呼ばれている。イラストレーターのハワード・パイルが描くイングランド国旗を汚すエンデコット。ハワードは誤ってユニオンジャックを描いてしまっている。当時のイングランド国旗は、 セイゲオルギウス十字のみだった1630年代初期、非国教派と分離主義者の間の宗教的紛争が、植民地における政治的不一致の主要な原因であり、ボストンとセーラムに設立された教会によって、体現されていた。セーラムの教会は、分離主義者の教えに従い、イングランド国教会との完全な決別を求めたのに、大使、ウィンスロップなどボストンの植民地指導者の大半が、 保持した、非国教派的な教えは、イングランド国教会の内部からの改革を求めていた。1631年に、ボストンに分離主義を公言するロジャー・ウィリアムズが到着し、この紛争の度合いを高めた。ボストンの当局はウィリアムズを追放し、ウィリアムズはまずセーラムに行って、エンデコットの介入もあって、地元協会の教師の地位を与えられた。 この知らせがボストンに届くとエンデコットが植民地から追放されたはずのウィリアムズを支援したことで非難された。ウィリアムズはプリマスに行ったが数年後にセーラムに戻り1634年にサミュエル・スケルトンが死んだことに伴い教会の非公式牧師になった。ボストンの当局はウィリアムズが反逆的で異端の生命であるとみなすものを出したことで その逮捕を要求した。ウィリアムズは逃亡して、最後はプロビデンスの町を設立した。この期間、エンデコットは、夫人が教会ではベールを被るべきだと論じ、また、地元民兵隊の軍旗について、セイゲオルギウス十字が描かれているので、ウィリアムズがローマ教皇の象徴であると主張し、それを受けなした。この行動は、ナサニエルホー,ソーンの小説。 エンデコットと赤十字に称賛されている。そこでは、エンデコットが宗教的不寛容さの象徴であり、ニューイングランドの外国支配に対する英雄的抵抗の表彰として、その間の緊張関係が表現されている。エンデコットは、イングランド国王チャールズ一世の数密院が、マサチューセッツの事情を検査した時に、これを行った。植民地の役人は、 植民地認証がなくなるのを防ぐために強い反応が必要だと考えた。エンデコットはその行動の無分別さを批判され、1年間はいかなる役職も剥奪された。1635年という年はエンデコットが何も役職を持たなかった唯一の年となった。植民地の民兵隊を管理する委員会はその年に、 イングランド国旗をその軍旗とする監修を止めることを表決した。この出来事の後、ウィリアムズがセーラムにいるために植民地議会がセーラムにマーブルヘッドネックの土地を新たに払い下げることを拒んだ。セーラムの教会は植民地の他の教会に会場を送り、憎むべき罪に対する立法を要求した。 この会場の著者は明らかでないが、エンデコットがボストンに召集された時にその文書を弁護したので、その結果1日間収監された。彼が罪を認めたので、釈放されたとされている。1636年、マサチューセッツの公益業者、ジョン・オールダムのボートがブロック島沖に停戦し、インディアンが群がっているのが見られた。このインディアンは、調査しようとした。 植民地人が近づくと逃亡し、主幹パンカにオールダムの遺体が見つかった。この時の攻撃者は、ナラガンセット族と関わる部族のものだったと考えられたが、ナラガンセット族の指導者は、それら容疑者は、ピクオート族の保護を求めて逃亡したと告げた。当時のピクオート族は、ナラガンセット族を含め周辺部族との交渉で、 積極的に拡大を進めていたが、現在のニューイングランド南部にいるイングランド人開拓者とは和平を保つのが通常だった。ナラガンセット族の告発にマサチューセッツ当局が怒った。ピコオート族は、それ以前にコネチカット側で別の公益業者を殺したとされる容疑者の引き渡しを拒んでいた。この二度目の侮辱とみなされることでマサチューセッツは、 ピクオート族に対抗する行動に出ることにした。1636年8月、ベイン総督は90名で構成した軍隊の長にエンデコットを据え、ピクオート族に正義を分からせようとした。ブロック島に上陸するエンデコット隊を描いた版画エンデコットが受けていた。指示は、ブロック島に行き、そこでインディアン男性すべてを殺し、女性と子供を捕まえてくるということだった。その後は、 本土のピクオート族のところに行き、三つの要求、すなわち、第一にオールダムった公益業者の殺害者を差し出す、こと、第二に、貝殻ビーズ1ファゾムを支払うこと、第三に、ピクオート族の子供たち数人を人質として差し出す、ことを要求することとされていた。エンデコットはこれらの任務を熱心に遂行した。ブロック島のインディアンの大半は、そこに上陸したイングランド人に、 簡単な抵抗を行ったが、その集落、作物、カヌーを破壊するために2日間を費やしただけであり、島にいたインディアンの大半がイングランド人の探索をうまく免れた。イングランド人の報告では14人のインディアンを殺していたが、ナラガンセット族の報告ではわずか1人が犠牲になっただけだった。エンデコット隊は続いてコネチカット側の河口にある、 イングランド人開拓地セブルックに渡った。そこの指導者であるライアン・ガーディナーは、その遠征隊の任務を知って、エンデコットに、あなたは、私の耳の周りにこのスズメバチを来たさせるために、ここに来て、あなたは羽を取って逃げるだけだと怒りながら伝えた。いくらかの議論があり、悪天候のために遅れた後で、ガーディナーとその部隊が、マサチューセッツの部隊に同行して、 ピクオート族の収穫物保管所を襲撃することに同意した。彼らがテムズ川川口に近いピクオート族集落に到着した時、住人の親しみある歓迎に対し、石のような沈黙で答えた。最後はピクオート族の州長が船を漕いで出てきて、彼らに会った。イングランド人はその要求を突きつけ、満足できる回答を得られなければ、戦争をも辞さないと脅した。 その州長が村で事態を検討するために去るとき、エンデコットは、州長が戻ってくるまで待つと約束した。しかし、州長が去ってから間もなく、完全に武装した隊員に上陸を始めさせた。州長が急ぎ戻ってきて、部族の長老がロングアイランドに行ってしまって、今はいないと告げた。エンデコットは、それが嘘であると判断し、村への攻撃を命じた。 村人の大半は逃げてしまい、遠征隊の活動は、再度、集落を破壊し、収穫物保管所を占領したに止まった。ガーディナーは、マサチューセッツの部隊は一人の男も殺さなかったと、報告した。エンデコットとマサチューセッツの部隊はこの仕事を終わった。後で、船に乗って、ボストンに帰り、ガーディナーとその部隊に、作物の除去を終えるよう任せた。 ピコート族が再結集してガーディナー隊に攻撃をかけてきたが弓矢の攻撃からはその鎧で守ることができた。それでも脱出は難しか歴史家のアルフレッド警部はエンデコットの行動をインディアン戦争の高圧的な挑発行為と言っている。周辺の植民地すべてからこの行動に抗議があり住民の生命が襲撃にさらされる危険性があると苦情が寄せられた。 ピクオート族は以前イングランド人と比較的和平を続けていたので、エンデコットの襲撃はガーディナーが予言し、恐れた影響があった。1637年4月、コネチカット川沿いの集落が攻撃され、ガーディナーはピクオート族の部隊によって、セーブルックで事実上包囲された。エンデコットは、この戦争でそれ以上の役割を果たさず、戦争は、 ピコート族を部族として破壊することで終わった。1638年のハートフォード条約により、その土地は植民地と同盟インディアンの間で分けられ、残った部族民は隣接する部族の間に分散した。1641年、エンデコットは副総督に選出され、この役職にあったので、マサチューセッツ自由の主文署名者の一人となった。それは、 植民地人すべてが使うことのできる多くの個人権利を列挙したものであり、権利焦点の前身となった。その後の数年間は性質であったが、インディアンとの戦争の噂があったので、1643年にニューイングランド連合を結成することとなり、ニューイングランドの各植民地が共通の外敵にあたることと、逃亡奴隷や法の執行からの逃亡者の扱いなど、 内部的な事項に共同して行動するよう考案された。1643年、ウィンスロップ総督が隣接するフランス領アカディアで続いていた権力闘争で味方する側の資産に関する論争に巻き込まれるようになった。エンデコットはフランス人の闘争にイングランド人が巻き込まれることなく彼らの間のことにしておくべきだと指摘し、 またその闘争は関係する双方を弱めるものだと言った。1644年の総督選挙は、ウィンスロップの政策に関する住民投票となった。エンデコットが総督に選ばれ、ウィンスロップは副総督になった。エンデコットは、その1年間の任期で、植民地を4つの軍、すなわち、サフォーク軍、エセックス軍、ミドルセックス軍、 ノーホーク軍に分ける手続きを監督した。セーラムを地盤とするエンデコットが総督に昇格したことで、セーラムの他の住人が植民地の首都を持って来ようとする動きを促すことにもなったが、総督の補佐官委員会によってその動きは拒否された。イングランド内戦からの影響もエンデコットの任期中にボストンに現れるようになった。応答派の船長が動かした船と、 議会派の船長が動かした船の2隻がボストンに到着し、議会派は応答派の船を捕獲しようとした。多くの審議が行われた後で、エンデコットの評議会は、基本的に議会派の立場を支持することになった。もしイギリスの議会が、今後悪質な精神であるならば、独立を宣言できる権利を残した。議会派は応答派の船を捕獲することを認められ、 植民地は港に入ってくる王道派の船の捕獲を始めた。1645年、トマス・ダドリーが総督に選ばれ、ウィンスロップがその副総督となった。エンデコットはその慰安として植民地民兵隊の指揮を任され、総督に報告することとなった。また、再度総督の補佐となり、1646年くらいは、 イングランド連合に対する植民地の代表に選ばれた。隣接する植民地でのインディアンとの紛争の恐れによって、マサチューセッツは防衛的側面を高めることとなり、エンデコットがその指導的役割を果たした。1646年、ウィンスロップが総督に再選されたが、1649年に死去し、その後はエンデコットが総督を引き継いだ。 その後毎年再選され、死去する1665年までほぼ連続して総督を務めることになった。1650年から1651年と1654年から1655年の二つの期間の未服総督だった。1639年、エンデコットはセーラムの北にある数百エーカーの土地を払い下げられ、そこが 現在のボックスフォードとトップスフィールドになっている。この土地が正式に区画割りされたのは1659年になってからだったが、1651年にはすでにその土地に隣接する銅の採掘が見込まれそうな土地300エーカーを払い下げられていた。エンデコットは近くの林で鉄工所の立ち上げを行ったことのある初期開拓者リチャードリーダーを雇ったが、 そこで銅を開発しようという試みは失敗した。すべての植民地で貨幣の不足が続いており、マサチューセッツでは1652年に造幣所を設立し、銀の保有分の中から貨幣の鋳造を始めた。この動きで実際的な問題を解決したが、植民地は王室から貨幣を作る権限を与えられていなかった。エンデコットが総督を務めている間、 このことは問題にならなかったが、その後王室との論争の源となり、1862年頃には造兵所が創業を止めた。エンデコットが総督である間、主に1650年代に植民地の領域がいくらか広がった。現在のコネチカット州ストーニントも、ピクオート戦争の戦利品と公式に主張したことに、加え、植民地の北側の境界線を確定しようとした。 1652年、植民地の認証上は、北川境界をメリマック側の北3マイルと定義していたので、川の最北端を決めるために、測量士と共に委員会を派遣した。この測量士たちは、インディアンのガイドに導かれ、メリマック側の水源だと、そのガイドが主張した、ウィニペソーキー湖の泉口に行った。その場所で、測量隊は、現在もある岩に碑文を刻んだ。 それは現在ニューハンプシャー州の小さな州立公園に置かれている。この測量船が東に伸ばされると、境界線はカスコ湾の海岸線に伸ばすように決められ、それが現在メイン州の最南端とニューハンプシャー州の境界となった。メアリガヤー、1660年に処刑台に連れて行かれるところ、ハワード・パイルがエンデコットの人気初期である1649年5月に、 書かれた一つの声明文には、挑発への流行を嫌っていることが示されている。神を長くすることは無法者や野蛮なインディアンのやり方に習うことなので、神の言葉の規則に反して、ニューイングランドを侵略し始めた。この文書に署名した我々管理者は、そのように神を長くすることに対して、我々の嫌悪感と憎悪感を宣言し表明するものであるとしていた。 1651年、エンデコットはバプテストであると告発された3人を裁く裁判を取り仕切った。バプテストは1644年に植民地で禁じられていた。ジョン・クラークを有罪とし、罰金を課すか、下落ちの刑にするか宣告するときに、クラークの証言記録によれば、エンデコットはクラークに死に値すると告げ、その司法権内に、 そのようなくだらないものを持ち込ませたくはないと言った。クラークは罰金を払うことを拒否した。しかし彼の意思に反して友人がそれを払い、クラークはロードアイランドに戻った。有罪とされた3人の中で、オバディア、ホームズのみが、仕事打ちとなった。ジョン・クランデルは保釈され、クラークと共にロードアイランドに戻った。1650年代初期に、オリバー・クロムウェルが、 イングランドの支配を確立したとき、その宗教観に合わない宗教社会への弾圧を始めた。それにはバプテストやクエーガーも含まれており、その集団は迫害を逃れて北アメリカ植民地への独自の移住を始めた。1656年にボストンに到着した最初の集団はエンデコットがセーラムにいる間にエンデコットの副総督である リチャード・ベリンガムによって即座に追放された。エンデコットがボストンにいる時に多くのクエーカー教徒が到着し、エンデコットは彼らを裁判にかけて国外追放にするために収監させた。クエーカー教徒のメアリー・プリンスから怒りの文章を受け取った後に彼女と何回か面会した。その面会は無益であり、プリンスとその他のクエーカー教徒は国外追放となった。 これらの行動に続いて、ニューイングランド連合のメンバーすべてが、その司法権内から、速やかにクエーカー教徒を排除する手段を採用した。そしてその馬の上に、ローソンと共に、その残酷な事務員を手元に、この土地の支配者、クラク王兵なエンデコットが座った、クエーカー教徒の詩人ジョン・グリーンリーフ・ウィッティアによる、カサンドラ・サウスウィックから引用これら。 望ましくない者たちの流入を阻止するために取られた手段は不十分であり、さらに厳しい手段が法制化された。繰り返し違反者は耳を切り落とす罰とし、3回目の違反の時は下に熱した鉄で穴を開けることとされた。1658年までに3回目の違反者に対する罰は死刑に引き上げられ、該当する呪われた意見と悪魔の心情を はっきりと放棄すると宣言した場合を除くとしていた。1658年10月、マサチューセッツにおける2回目の違反者に対して死刑が法制化された。その1年後、3人のクエーカー教徒が逮捕され、この法のもとに死刑を宣告された。その3人のうちの2人、マーマデューク・スティーブンソンとウィリアム・ロビンソンは、公死刑となり、3人目のメアリガヤーは、 最後の瞬間に執行延期を受けた。ダイヤーは1660年に植民地に戻ってきた。エンデコットや他の判事に質問された時に、その信仰の撤回を拒否し、植民地からの永久追放にも合意しなかった。ダイヤーは1660年6月1日に公主刑に処された。ダイヤー、スティーブンソン、ロビンソン、及び1661年に公主刑になった。 ウィリアム・レドラは、ボストン殉教者と呼ばれている。これらの処置の厳格さは、植民地人から問題ありと認識され、法が修正されたので、死刑は5回目の違反者に対するものになった。クエーカー教徒や、その他宗教の異端者に対する、この愚かな扱いは、1684年に植民地認証を取り消した理由の一つとされている。 クエーカー教徒に対処するときのエンデコットの役割は、ジョングリーンリーフ、ウィッティアの詩、カサンドラ・サウスウィックに残されている。この詩は、エンデコットが総督であった間に苦しみを負った、別のクエーカー教徒の名によっている。ウィッティアは、エンデコットを、暗くおへいなと表現し、クエーカー教徒に対して、苦々しい憎しみと、侮りを表したとしている。 ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローは、ニューイングランドの悲劇と呼ぶ三つの劇死の一つ、ジョン・エンデコットで、ウェンドック・クリスティソンの裁判を再現した。クリスティソンは、追放後に、マサチューセッツに戻ってきたという容疑で、エンデコットが死刑を宣告した最後の、クエーカー教徒だった。しかし、その宣告後すぐに法が改正されたので、クリスティソンは処刑されなかった。作家のナサニエル・ホーソーンは、 ジェントルボーイの中でエンデコットを登場させており、その表題の人物は、ウィリアムとメアリーのダイアー夫妻の6歳になる息子だった。狭い心と不完全な教育を受けた男、その妥協しない偏屈さは激しく、清潔な熱情によって熱く有害なものとされ、熱狂者の死を不作法かつ不当に与えるために、その影響力を行使し、その接触全体は彼らに関して野蛮な残酷さで、 特徴付けられるとしていた。ニューイングランドのピューリタン植民地人がイングランドにおけるクロムウェルの統治を支持したとしても彼らは常にクロムウェルの支持を得ていたわけではなかった。クロムウェルの提案に反応してニューイングランド人はアイルランドに移住しそのプロテスタント人口を増やした。マサチューセッツ議会は丁寧な回答をエンデコットの署名で作成しその人々は 今いるところで幸福であると示唆していた。1660年7月、国王チャールズ2世が王政復古でイングランドの王座に返り咲いたという知らせがボストンに届いた。これはクロムウェルを支持してきた植民地のすべてについてその認証が取り消される可能性があったので即座に大きな関心を呼んだ。ボストンでは チャールズ1世の処刑に賛成票を投じた国王殺しコミッショナーであるエドワード・ホエーリーとウィリアム・ゴフの二人がいたのでより難しい問題が生じた。1660年、チャールズ2世はブレダ宣言でイギリスの議会の法による場合を除いて全てのものが許されると約束したが面積、対社法は罰を与えるべき国王殺し全てを選び出していた。 ホエイリーとゴフは一時期自由にボストン地域を動いており、エンデコットは彼らの逮捕命令を出すことを拒んでいたが、そこに面積法が成立したという知らせが届いた。エンデコットはその後の1661年3月8日に彼らの逮捕令状を発行させた。ホエイリーとゴフが前もってその令状について警告されていたかは不明だが、彼らは逃亡し、ニューヘイブン地域に行った。 チャールズ2世、1653年頃エンデコットの令状の後に、チャールズ2世が3月に発した命令が1661年5月には、エンデコットの元に届き、それには2人の逃亡者を拘束し、船でイングランドに送り返せという直接の命令が入っていた。エンデコットはそれに粛々と従ったが、到着したばかりだった、応答派の2人をその役目に指名した。 幾分予測された通り、彼らの創作は虚しいものとなり、ホエイリーとゴフは逃亡した。電気作者のローレンス名誉は、エンデコットが彼らの逮捕を真面目に考えておれば、別の者のをその人に当たらせただろうと述べている。マサチューセッツにおけるピューリタンの支配に反対する者は、新しい国王にその苦情を伝えるに、積極的だった。その苦情の中には、チャールズ2世が、 権力の座に登ったことが正式に公表されていないという事実もあった。これはエンデコットが国王から出席する命令を受け取った後の1661年になって起きたことだった。そのために議会が国王に当てて賞賛する手紙スーツを寄草し、国王が権力の座についたことを祝った。造幣所はイングランドの良質の貨幣の価値を下げる厚かましい。 試みだったと主張され、1652年の植民地領域の拡大は土地の取得以上のものではなかったと苦情を言う植民地人がおれば、インディアンのキリスト教徒改修のために国王から与えられた資金に関して管理上の違法行為があったというものもおり、またクエーカー教徒は長い噴満のリストを作った。エンデコットやその他古い衛兵のメンバーは、 告発を無視するのが最良の方法と考え、それら告発に対して論ずるために、ロンドンに代表を送ることに反対した。そのアイデアに賛成する者たちは、個人献金で資金を集め、ロンドンに代理人を送った。後に総督になったサイモン・ブラッド・ストリートや、ジョン・ノートン牧師が率いた、植民地代表団はその任務に成功し、チャールズ2世は、植民地で、 イングランド国教会の礼拝を行うことを認めれば、その認証を更新すると宣言した。エンデコット政権は、その実行に消極的であり、何もしないまま数ヶ月が過ぎた後、国王は植民地の最もだ高な批判者の一人である、サミュエル・マーベリックを長とする委員会を調査のために派遣した。エンデコットは前もってその委員会が何を調査するかを知らされており、 実質上ではないとしても予測される。行動のいくらかを形式的に行う段階を踏んだ。チャールズ2世は宗教的異端者すべてが自由となることを主張した。それはマーベリックが到着する。ずっと前にエンデコットが実施していたが、彼らを追放することでそうしていた。コミッショナーたちが到着した時、議会は植民地でイングランド国教会が行動することを認める案件を取り上げた。 この法案は慎重に国王の言葉を使って成立し、植民地で誰でも宗教における政党を実行できることになった。しかし、地方の牧師に許容される見解で構成されるような政党性も定義していた。イングランド国教会がその政党性という概念を満足させるということに合意できるような牧師はおそらく植民地にいなかったので、このことは 実質的に法を否定していた。1655年、マサチューセッツ議会は、総督がボストンに近いところに住むことを求める法を可決した。これは、エンデコットが6期連続して総督に選ばれていたことに反応してなされた可能性がある。その結果、エンデコットは、ボストンで住居を取得することを強いられた。セーラムには、しばしば戻ったが、その余生を通じて、ボストンが、 本拠地になった。エンデコットは1664年、65年3月15日に、ボストンで死んだ。初期の資料では、ボストンのキングスチャペルで埋葬されたことになっていたが、後の資料では、グラナリー埋葬所の第189号に埋葬されているとなっている。エンデコットの子孫であるウィリアム・クラウニー・シールド、エンディコット・エンデコットが1628年に植民地に来る以前、 最初の妻アングロワーと結婚しており、アンはマシュークラドック総督の十枚だった。ニューイングランドでアンが死んだ後の1630年、セイガ・ギブソンという女性と再婚し、1640年までにサマセットシャーのフィロバート・コーガンの娘、エリザベスと再婚していた。このことは二人の女性と結婚したのか、エリザベス・ギブソンという一人の女性との結婚なのか、明らかではない。 その妻に関する不確かさのゆえに、二人いた息子の母が誰であるかも明らかでない。1640年にエリザベスと結婚していたという確かな証拠があり、その息子が生まれた1630年代の記録があるが、その母を名前で同定できるものがない。エンデコットの最後の妻エリザベスは植民地の金融家でハンジのロジャールドローの義妹だった。存在がわかっている。 エンデコットの二人の息子は、ジョン・エンデコットとゼルバベル・エンデコット博士であり、おそらく、エンデコットは失望したであろうことに、二人とも公職について父の後を継ごうとしなかった。イングランドでの初期にもう一人子供がいたという証拠も、ある。1635年頃、やはり、ジョン・エンデコットという名の子供の世話をするために、資金と差し図を手配していた。 エンデコットは好意にあったにもかかわらず、特に裕福になったことはなかった。その意思に従って、セーラムのオーチャード荘園やブロック島の4分の1など大きな土地いくつかが妻と息子たちに配分された。しかし、負債を返済するために彼の蔵書のいくらかが売却されたことも注目すべきである。エンデコットが残したある予測できない遺産は、 オーチャード荘園の不確かな教会だった。数世代後にその子孫はその荘園の論争のある敷地に関する法廷闘争に巻き込まれた。エンディコットの子孫にはマサチューセッツ州知事となったエンディコット・ピーボディとアメリカ合衆国陸軍長官となったウィリアム・クラウニンシールド・エンディコットがいた。その子孫は植民地時代にまで遡る一族の記録マサチューセッツ歴史教会に寄付した。 1930年、マサチューセッツの300周年がエンディコットの肖像を入れたメダルを発行することで祝されたローラガーディン・フレーザーのデザインだった。マサチューセッツ州ビバリーにあるエンディコット・カレッジはエンディコットにちなむ命名である。ビバリーは元セーラム市内にあった。1831年、セーラムのブリックセン・ガバナーエンディコットがスマトラ海岸で 故障貿易に関わっており、やはり、セーラムのフレンドシップがマレーの海賊に襲われた時に、その解放を助けたことがあった。エンディコットと士官たちがクアラバ島の町で故障買付の交渉を行っている時に、海賊が船を乗っ取り、船員数人を殺し、貨物を略奪した。エンディコット船長は、ガバナー・エンディコットとニューヨークのジェームズ・モンローからの助けを得て、 海賊から船を取り戻した。セーラムには1831年7月16日に戻った。ありがとうございます。